こんにちとみ佐藤のあです。こんにちえ回収不可能皆さんこんにちは、佐藤のあです。やきのりです。やり直した今日のおメイクは何ですか？ナルムフロックイートミーアイシャドウでメイクしてみた。はい、これね情緒やばいよ。ちょっと侵入してみた。こちらです。 Eat Me のアイシャドウパレットですね。これとこれですよ。こうついてきて770円。今月号のラルム、私も出てます。めっちゃ載ってるよ今月号。ラルム40号、好きな髪型ランキング1位、好きなメイクランキング2位、3位、好きな声ランキング2位。いっぱい入ってます。おお、シェイシェイ。アンケートの方もぜひ書いていただいたら私のページ数増えるかもしれませんので、よろしくお願いいたします。それではせーのスタート。ベース眉積みでございます。いや、本日の目玉こちらです。捨て色なし。まずじゃあここかな、ここ、この色塗ります。これをアイホール全体に。今ノアさんが選んだのはピンクグレープフルーツ、これに書いてます。まあこれは特別版の方なんですけど、ミルキー様。通常版はあの私がラジエーションハウスの4話で一緒になった山本舞香ちゃんが表紙です。どんな質感？質感はね、結構ねサラサラ系なの。なんかしっとりくっつくっていうよりかは割となんかサッとつく感じ。これ使います、この色。コットンキャンディー。コットンキャンディーいい名前だね。これを上からパーッと塗っていきます。綿あめのような甘くてスイートなピンク色。いいね。発色もよく華やかでテンションの高い明るいピンクカラーなのでアクセント使いがおすすめ。これを上にバーッと塗ります。確かに発色いいよね。こんな感じですね。うまっ。で、目の際にこの色、ストロベリー。ストロベリー、可愛さはもちろん赤みが強いのでちょっぴりフェティッシュさを。知らないその単語。はい、今日っていうフェティッシュじゃなくて、そう、新しいのこの狂犬が現れたので、狂犬のフェティッシュを調べてくれます。下ネタだった喜んでる。なになに、フェティッシュ、呪力や霊剣があるとされるもの、呪物。まあ不思議な感じってこと、知らんけど、まあ、崇拝する系の色だってことだね。まあいい色ってことには変わらない崇拝するぐらいいい色ってことにしてこうこの目の下のところに入れました、フェティッシュなカラーを。で、この色ブラッドオレンジ。ブラッドオレンジを目尻に足します。赤みの強いブラッドオレンジのようなピンク色、下まぶただけに塗ってうさぎメイクにしたり、ポイント使いで目元にメリハリを与える役割にもとのことです。いいですね。こんな感じになりますね。そしてこの色ですね。これストロベリーミルク、シルクのような滑らかなピンク色、かすかに色づくピンクがしなやかな雰囲気を後押し、ホワイトが強いので塗るだけでトーンアップ効果も。いいね。なんかやきなりすごい解説になってるからねいいね。そうよ、いいね。なんか2人でやってる良さが出てきたイエス。涙袋に入れます。そうするとクッとした涙袋になるわよ。なるわよなるほど。解説の天の声みたいな。おはようございます。朝なの待って、何色塗ってます？あ、これをね、足したこれをね、下まぶたに足してます。それ、いろいろな色があるからさ、夏から秋にかけて使えますね。はい、こんな感じです。いつも単色使いなんですけど、ちょっと混ぜ混ぜしてみました。はいはい、で、いつも通りまつげを上げていきます。ギャ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 ン。息ぴったり。まあ今今日って今半笑いですよ。でもついてこれない世界ってあるよね。あるある。でも佐藤のあチャンネルは正直慣れだからはい、あげました。ということでエクセラッシュバージョンアップ塗ります。マスカラ一つですね。クライマックスマスカラ、ナーズの塗ります。
お目目を大きくするんですね。そうよ、常にクライマックスでいなきゃ。うん、面白い人だ。ありがとう、頑張らせてきてよかった。塗ります。アイライン引きます。アイラインはアンフレームザビューティーって書いてある。 Not for resale。 どういうこと？これは限定品だから売ってないってことですね。なるほどね。で、いつも通り目尻にペット。次ハイライトします。クリアのプリズムエアハイライト。最近クリオが結構好きなのよ私。韓国クレイク T ゾーン、ピティ、おでこ、ティティ、おでこ、シゾーン、シシ、何今、シシ、はい、こんな感じです。リップ、ルージュココボーム。そうなんです。何ボームなんですそれ。あ、バームじゃないんだよって。そう何かと思って。いや、なんかこれ実は前のさん、うん、バームって言い間違えてて、あ、言ったかも。あの、なんでテロップでボームになってたんですけど、うん、コメント欄でテロップボームになってるって書いてあったんですけど、ノーが違った。そう、ノーさんが違ったんです。ボームでした。ボームです。何ボームって今日にボームを知らないで。バーン、どっちが早いか。ヘイシリー、ボームは何？ボブじゃない。ヘイシリー、ボームとは。ボームシリーってどうやって起動するの？ヘイシリーって言う。ヘイシリー、本当だ、すごい。早口言葉言って。ヘイシリー。はい、やってみます。赤巻紙、青巻紙、黄巻紙。あ、間違えました。噛んだ。はいって言った。シリー面白いですね。なんか違う動画になっちゃった。違う動画になっちゃった。何調べてたんだっけ。ボームって。あー、なるほどね。本当はバームなんですけど。じゃあうちらは英国式だってことか。なるほどね。ありがとう、キョーティ。どうもありがとう。じゃあシリでもいい。シリにちょっと持っていかれちゃった。はい、リップ。ルージュボリプテシャインコレクターのナンバー45。ね、これさ、ここの部分指輪なの知ってた？え？知らない。指輪になるんだよ、ここの部分。このイヴ・サンローランで書いてあるとこ。なんか使用が終わったらここギュッて潰して、ペンチとかでギュッて潰して取り出せるのって。TikTok でさ誰かやっててマジかよと思って塗ります。よくない？かっこよくない？だってイヴ・サンローランって書いた指輪してた。高そうだね。うん、でもリップなんだよ元々は。唇シャネルにイヴ・サンローランってなんかいい、ね、高い女って感じする。上からエチュードハウスディアダイリーモータージェルティント PK006 番。これ塗ったらもう大体可愛いから。はい、可愛い。はい、可愛い。やったい。はい、可愛い。可愛い。思った。そのうち犬の糞でも可愛いって言いますね。犬の糞はうんち。普通のこと言ってる。うち、それはそうだよ。よだれ出ちゃったよ、びっくりして。拭いてあげようか。拭いてあげようか。誰でもかおってできました。それでは髪の毛を、前髪をどうにかします。ペイン。はい、ミルキー。はい、ミルキー。たーたー、こんな感じになりましたね。こんな感じですね。結構発色もいいし、あの使いやすい色が多いんで使ってください。ということで本日の動画はここまでです。バイ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 イートミー。バイバイイートミー、全部イートミー。バイバイイートミー。